はい、それではね、シリアスメタルディテクティング、金属探知シミュレーターゲームをね、今日もやっていこうと思います。レジューム。もう消えてないと思うんですけどね、なんか、調べたらね、5月3日にアップデートがあって、ちょっといろいろ内容変わったんですね。で、そのタイミングで多分セーブデータがね、みんな消えてたみたいですね。なんかそういうコメントが書いてありました、うん、まあなんでもうさすがに消えるってことないと思うんですけどね、リーダーボード出てますね実装されましたね、はい、ランクインしてるんですよね僕なんかね8位に入ってるんですよ多分ね日本でやってんの僕ぐらいだと思う。あと全部外国の名前でしょ。69ってまだそんなに、1回でまあ20ぐらいできるんで、発見できるんで、多分すぐランクインしますよ。一応世界8位ですから、はい。もう何でも聞いてください。あと名前的に多分日本人っぽい名前がないのでね。多分日本ランキングがトップやと思います。はい。ね。多分、ですけどね。わかんないですよ。はい。1位すごいですね。323。うん。でもまだ届かない数じゃないですよね。全然ね。うん。まあ、頑張っていきましょうかね。ロシアのマップ、こんな感じです。はい。もうどんな地形なのか全くわかんないですけど。何なんだろうね、これね。まあいいでしょう、行きましょう。音は入ってますけどね、ブブって音入らないな。なんで入らないの？もっと上げないと。あ、入った入った入った。この辺から真ん中より上げると、あのブブって音が定期的になります、これね。うん。でまあこの音ない方が逆にやりやすいんで切っときましょうか。よいしょ。ただのボリュームのつまみでしたね。はい。ね、だいぶこのゲームの謎が明らかになってきました。あれ？なんかおかしいぞ、また。え、ちょっと待って。ああ。なんか、スコップボタン押しちゃったのか。よし。これでいきましょう。何が？に入るでしょうね。次の目標は何だろうね。まあマップを、新しいマップ開放していきたいですね。次は、ドイツ、ジャーマニーって書いてあったね。ドイツとあと北アメリカだったかな、のマップがあるんでね。うん。ロシアのマップ、なんか全然でも反応ないっすね。一応スイッチ入ってるんだけどな。なかなか見つからないです。あれなのかな。あの前回のあの海岸は結構ひどかったんでね、王冠ばっかりだったんで、あそこはもう二度と行かないですね。ロシアのマップ全然発見できないんだけど、これ大丈夫？ああ、あった。言ってたらあった。反応は少ないけど大物が取れるとかだったらまだねいいですけど、ここですね。よし、取れました。何これ。ああ、針金か。針金だね。ゴミだったな。まあ歩いていきましょう。もうずっと一二勝して切り替えるのね、めんどくさいんで。もう、このままやります。お？ん？あった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 。よしよし。ここですね。なんで。よし。まあね、世界にはね、こう、こういうゲームに耐性のある人がまだ他にもいるってことですよね。これ、いくつ？
1912って書いてあるんで、まあそんなに高くはなさそうですね。なんかもうあれですよね、ハイキングゲームですよね。ハイキングついでに金属探すっていう感じ。よし、なんかねこうテンション上がるようなお宝取れたらいいんですけど、なんか基本的に一緒、スプーンですね。これらん絶対高くないですよね。ロシアマップゴミしかないぞ。なんか最初のマップが逆に一番反応も多いしたくさん取れますね。あ、まあでも当たるようになってきたかな。よし、ほうだ、もうね数掘っていくしかないですよね。まあランクインするためにも数掘っといた方がいいですからね。あ、よし、なんだこれ、あ、金属片でしょこれね。これも多分ゴミですね。まあこの放送を見てね、誰かこのゲームをねやってくる、くる、やるようになる日本人がいたらちょっとその人は尊敬しますけどね。自らこのなんていうのかな、危険の中に飛び込んでいくみたいな人ですよね、この辺から。100円か200円ぐらいだったらねやってもいいかもしれない。王冠ですね。はい、ゴミだらけだぞここ。まあまあまあ、でもあの王冠だらけの海岸よりはいいか。もうね、あそこひどかったからね。これ何なんだろうね、この白い筋みたい、川じゃないっぽいけどね。ちょっと真ん中の方に行ってみましょうか、マップの。何が、地形がどんな地形になってるのか。はい、一応ね、金属探知ずっとこう、探しながら歩いてますんで。どうでしょうね。まあでも、なんていうのかな、寝るにはいい放送かもしれないですね、これね。寝落ちするには。この鳥のさえずりが一応聞こえてきたりするので、まあ、この金属探知機の音がちょっとうるさいかもしれないね。まあ、のんびりね。ちょっと高台になってますね、ここ、真ん中の方。まあ、これ、あれなのか、そういう岩の。っていうか線なんだね、ラインなんだね。一応、まあ、これぐらいだったら登れると思うんだけど、うん、上まで行きました。この高台にいっぱい落ちてるとかそんな感じなのかな。どうなのかなこれ。でもあのなんか安いマップを買う気にもなれないですね。あ、いらっしゃいですね。外国の人かな？オラって書いてある。金属探知シミュレーターね、やっています。多分、なんていうのかな。あんな簡単にランキング入るぐらいだからね。プレイ人口どんだけなんでしょうね、ほんと。What's game is... What's... Serious Metal Detecting ですね。はい。お。ちょっとずれたか。もうちょっと上か。
クソゲー本当に否定しないです。あ、出た出た。空気ネイルズですね、はい。I understand one word. Serious metal detecting. できる？発音はね、そんなに褒められるもんじゃないんで、ダメです。聞かせられるようなもんじゃないんで。まあ、書いてあるからね、大丈夫ですよね。Don't understand.そうか、ソーリーソーリー。おお、来た来た来た。はい、よし、間違えた。Someone speak English right here。 誰か英語で説明してくださいって言ってるね。よし。ん？取れないな。もうちょっと上？この辺か。よし。よし、取れた。釘ゴミだ、ゴミばっかりだ。このマップもひどいぞ。シリアスメタ、うん、まあかタイトル書いてるしね、大丈夫だと思うんだけど。読める、英語読める人だったら理解してると思うんだけど。よいしょ。よし、釘釘3連続です。ゴミ比率高いぞ、なんか。まあいいですよ、いろんな人いますか。あっ、なんか崖に来てるぞ。これが、あ、これ崖なんだ。あ、なるほどね、こういう地形なんですね。へえ、ちょっと飛び降りてみましょうか。飛び降りてないね、なんか。ふわって降りてるけど。うん、そうだな。なんか落下ダメージとかはなさそう。うん、うん、あ、反応がないなって言おうとしたら来ますね。よし。よし、これはクズ、クズだね、多分ね、クズ鉄って感じ。なかなかだな。なんかね、ちょっとこうテンション上がるようなもの、動画的にもね、ちょっと後で動画にするときに、なんていうのかな、欲しいですよね、そういうの。ちょっと見てる人のねためにもね、何かこう、おー、これは来たんじゃないっていうのがね。おっ、よし、そろそろ来てもいいんじゃないですか、そういうのね。よし、変わったもの、見たことないやつが欲しいですね。ちょっとずれたか、もうちょっと上だと、ね、皆さんはあれですか、動画上げアップする方はしてないですか。よいしょ、これは2002年だからダメだろうな、多分な。さあ、いくらになるんでしょうかね。
まずゴミをまず全部打っちゃいましょう、はい、1のやつね。これ2だったのか。スプーンも安いよね多分ね。これ針金でしょ。と王冠レンチも安いね。釘とこれね、こんなもんかな。一応コインですね。あとね、ボタンは多分高くないですね。ボタン1か、うん、あとは、これも確かね安か。十字架は8、うん、まあまあまあ。と新しい効果だね、これかな。ルーブル、1ルーブルなんだこれ0なんだね。これ現金で使ったらいいってことだよね1ルーブルって今使えるんだ。これナルトラフィ、わからへん あとや新しいの、これが新しいんだったっけ。あ、これも0か。あ、これもルーブルだね。へえ、ゼロなんだ釘よりも安いあとはこれも、あ、これ割と21結構もらえてるな。ちょっとわから、価値がわかんないね。これも新しいね。これ新しい通貨はゼロだね。2000年以降の通貨は。さあこの辺ですかね、高そうなのはね。まあ順番にいってみましょう。ゼロってね、1ルーブルってだからまあ今のなんていうの、通貨だから、使える通貨だから、なんていうのかな、買い取ってくれないってことなのかな。7これ1912、わかんないね価値がね。どうなんだろう、これは。あ、30、あ、これ結構いきましたね。1862年、うん、30は割と多い方ですね。よし、これは、18、まあそこそこですね。これが一番あれかな、1801年、古そうなんでこっち先やっちゃう。これ6ですね。さあいくらになるでしょうか。14、あー微妙微妙今日ちょっと稼ぎ悪いですね。117しか稼げないな。次のマップにも行けない。250稼がないといけないんでね。ドイツに行ったら、今まではずっとあの何コペックっていうソ連の通貨がたくさん落ちてたんですけど、ドイツにたまた変わりますよね多分。ドイツは昔何だったっけ、マルクだったのかな、通貨としてはが落ちてるのかな、効果。今はユーロですけどね。あと北アメリカね、ノースアメリカ。ちょっとここまではさすがに行ってみたいですけど、まあそのためにはちょっと稼がないといけないですね。あ、あとランキングどうなったかちょっと見てみましょうか。ランキングで、ね。あ、7位に上がりました。はい。すごいな。すごいですね。今40分でランキング1個上がりましたよ次ちょっと遠いですね。127でしょう。じゃあまあ今日の、ところはこれで、終わっておきますね。まあ一応まだね、頑張ってね、最後の北アメリカのマップ開放するぐらいまでは頑張ろうと思います。データが消えなければね。はい、出会って嬉しいです。なるほどねありがとうございます素晴らしいですね、ブラジルの人とね。お疲れさん、ありがとうございます。じゃあ今日のところはこれで終わっておきます。